今年もやってきた真夏のビッグイベント、グラビアや DVD でおなじみのアイドルたちがプールでガチンコバトル。そして限界ギリギリのセクシーショットが盛りだくさん。スタパーがお送りするアイドルたちによる真夏の祭典が今始まる。スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009 in 梅雨の明けきった青空の下、スカパーエンタメ系チャンネルに出演するグラビアアイドルたちが都内きってのアミューズメントプール豊島園に大集合。アイドルたちはスカイボンバーズ、パーフェクトダイナマイツの2チームに分かれ、プールで様々な競技に挑みます。勝利のため、そして自己アピールのために本気モードのアイドルたちが水着でぶつかり合う。それでは出場者の皆さんにご登場いただきましょう。最初に登場しますのはディフェンディングチャンピオン、スカイボンバーズだ。まずはパワープラッツより小松しろちゃん、陣ゆきちゃん。チームパワープラッツで賞金いっぱい稼いで焼き肉行って飲みます。頑張ります。いい天気ネットより松本そらちゃん、有川千里ちゃん、川崎晴美ちゃん、加茂佳穂ちゃん。カパー254チャンネル、いい天気ネット、お天気キッス、ナナワさんぶっ飛ばせ。第一交渉スターカラオケより長尾真由ちゃん、相川優希ちゃん、山口咲ちゃん。第一交渉スターカラオケ、タッチミーアイドル、ぜひ見てください。今日は頑張ります。エンタ371より一戸愛子ちゃん、小田あさみちゃん、愛香ちゃん、谷垣彩菜ちゃん、岡田純芽ちゃん、椿千尋ちゃん、西島さとみちゃん、北島さと子ちゃん。森下優衣ちゃん、佐野夏目ちゃん、花井美里ちゃん。テレ朝チャンネル頑張ります。頑張るぞ。メロメロメロンパン。以上の20名です。続いて登場しますのはパーフェクトダイナマイツだ。まずはスカちゃんより相川ゆぐちゃん、手島優ちゃん、助川まりえちゃん、鈴木咲ちゃん。スカちゃんチームです。パワーさせて頑張ります。EX エンターテイメントより藤井梨花ちゃん、渋沢伊代ちゃん。小泉麻耶ちゃん、清水優子ちゃん、小池由衣ちゃん、米村美咲ちゃん、斉藤優愛ちゃん。ミニテレプラスです。ミニテレゼニック2009、5人のチームワークで頑張ります。モンド21より沢木梨沙ちゃん、小田ひとみちゃん、水沢あやめちゃん、多田あさみちゃん、森永麻耶ちゃん。私たちモンド21チームです。去年も優勝したので今年も頑張るぞ。 CS ギャオより目黒沙織ちゃん、柳川真奈ちゃん、谷由香子ちゃん、松本美穂ちゃん。 CS ギャオです。吉本らしく楽しくはしゃぐぞ。
総合司会はこの2人、イジリー岡田さん、加護愛さん。この、はい、初めての MC ということで、最初はちょっとやめてくださいよって言ったけど、どれだけお前を乱すかが俺の役目だから、はい、一つよろしくお願いします。はい、いやー、よろしくお願いします。皆さん、ここ鹿児島、本当にすごいな、これ後ろ姿。すごいです ね。なんか、こんなに可愛らしい後ろ姿を見たことがないかも。そして、この人たちは一切やめてくださいって言えない立場ですからね。そうですよね、そうですよね。見るだけ見てます、今、はい、今、お前を見てる、お前、ピンクのお前を見てる。私はちょっとオレンジ色を見てます。お前の見て、カゴちゃんは見なくていいんだいいじゃないですか、見せてくださいよ。もうカゴちゃんは止める役なのに、どっちも暴走したら誰が止めるんだ今年の大会で行われる競技は全部で7つ。どの競技もアイドルたちの魅力を引き出す仕掛けが満載。彼女たちは各競技で勝利し、チーム優勝を目指します。そして今年はなんと、各競技で勝利したチーム、活躍した選手にですね、はい、去年はありませんでしたが、はい、スカパー J さんの株式会社より賞金が贈呈されます。スカパーさん、私ちょっとだけ欲しいです。ちょっとだけ欲しいですって、参加してないんだから。総額聞いてみるんですよ。総額なんと100万円、100万円、すごい。いやー、カボちゃんがね、何をしたってもらえるわけない。グラビアアイドルの皆さんがガチで対決するので、はい、ね、チーム優勝の皆さんは、はい、チャンネル設定のために頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ってください。さらにですね、うん、去年同様、スカパー夏、このアイドルオールスター水泳大会最も盛り上げてくれた MVP にはなんと、イジリー岡田賞が贈呈されます。おいおい、ちょっと、はい、イジリー、なんだよイジリー岡田賞って。いいね、あなたに呼び捨てて、ここだけ録画してほしいいや、イジリー岡田賞っていうのは、私のうちで2泊3日、はい、ずっと高速ベルを見るまで。あー、もうそういうの嫌です。見たくないよね。やだやだ。ほら、やだって。バカ、200人かもできない。あれは26秒が精一杯だもん知らないし、それは後で。そんなことやない本当に高速ベロではなく、え、マジでそんなのもらえるのという豪華商品を今日用意しましたので、皆さん MVP 目指して頑張ってください。頑張ってください。開催に先立ちまして、はい、選手宣誓を行っていただきます。来たぜ。選手宣誓を行うのは、スカイボンバーズより愛香ちゃん、うん、パーフェクトダイナマツより小泉まやちゃん。それでは皆さん代表ですから、張り切ってお願いします。先生、私たち選手一同はアイドルシップにのっとり、時に可愛く、時に美しく、正々堂々と最後まで戦うことを誓います。スカイボンバーズ愛花、パーフェクトダイナマイツ小泉まや。イエイ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。スカイボンバーズより愛花ちゃん、パーフェクトダイナマイツより小泉まやちゃんによります、選手宣誓でした。この後、スカパー夏アイドルオールスター水泳大会、いよいよスタートです。アイドルたちのガチンコバトル、まずはこちらの競技から。スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009第1種目、水上障害物競技。この競技は制限時間内に水上にある障害物をクリアし、ゴールまでたどり着いた合計人数の多いチームが勝利。勝利チームは1レースにつき賞金5万円をゲット。イジリーさん、うん、ポイントはどこですか？ポイントはですね、まずこのハードルをくぐった時の谷間、うん、え、谷間。そしてハードルをまたいだ時の水中カメラから下を煽る絵、そして浮き輪をくぐる時のお尻のプリンです
これがいいですよ。いいですね、うん、さあということで、行ってみましょうかね。はい、はい、1回戦出場選手の紹介です。はい、パワープラスより小松しのちゃん、よっしゃー、エンタ371より一戸あゆむちゃん、はい、ビーケンディネットより松本そらちゃん、はい、エンタ371より小田あさみちゃん、はい、そして第一コースのスターカラオケより長尾まゆちゃん、来た来た来た、以上の5名です。スカちゃんより手島ゆうちゃん、DX エンドテイメントより藤井里香ちゃん、日程プラスより小泉まやちゃん、モンド21より沢木梨沙ちゃん、そして CS ギャオより目黒沙織ちゃん、以上の5名です。いきますよ。 この種目が7種目のうちの一番最初だから、これ本当に番組の命運かかってるかな。頼むよ。それではカゴちゃんよろしく。位置についてよーい。さあ、スカイボンバーズも早いぞ。小松早い。もうまたいだ。あっけない、あっけないぞ。小松に色気なし、小松に色気なし。早い。さあ、落ちない、落ちない。ほら、甘い甘いぞ。気をつけて、気をつけて、谷間取って、エロカメ谷間取って、両チームとも好調な滑り出しでポイントを稼いでいく。お前行ってんの、もうお前行ってんの。あ、気をつけて。今日さ、なんだこれ、なんだこれ、みんな、なんだ、誰も落ちねえのか、誰も落ちねえのか。落ちた方が美味しいんだよ。落ちた方が美味しい、落ちた方が落ちるんだよ。1分経過。さあ、あと4分まで。お前らオリンピック選手じゃねえんだから。イジリー岡田の罵倒に屈せず、小田あさみちゃん楽々クリア。強い強い、怖い怖いって、怖い、行け、どんどん行け、怖い、どんどん行け。フロートから落ちた沢木梨沙ちゃんから目黒沙織ちゃんにバトンタッチ、順調にフロートを渡ってゴールへ。パーフェクトダイナマイツの手島優ちゃん、自慢のアイカップのポロリを寸前で阻止。パパよ、多分滑ってくるでしょうね、水で。そうか、水で。残り時間は30秒、スカイボンバーズがわずかにリード。
戦はスカイボンバーズが14対12で勝利。わずか2人だね。そうですね、すごい戦いでしたが、もう少しだったんだけど、はい、まあね、落ちたりして、はい、これ作戦があるかもしれない。結構ポン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 いっちゃったね。行きましたね。水中カメラの威力を発揮できなかったけど。そうですね。水中カメラさんはあえてボションと落ちた時にこう下からブワって水着を直すところを撮らないと番組的にダメなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぶっちゃけ今落ちてやべえ、ちょっとポロリしちゃったかなっていう人いますか？やばいね、するよ、みんなこれ気をつけた方がいい、うん、する、うん、するほどないから大丈夫です。ポロリは誰でもできるもんだから。何そのポロリは誰でもできるもんだから、論争。これ私一つ不満を抱いてて。どうした、おだ、あのチーム名がこっちパーフェクトダイナマイトでしょ、なんかこっちちょっと足りないぞみたいな名前だからちょっと不満なんです。大丈夫、その分私のお腹でカバーしてるから大丈夫。イエーイ。お前のウエストは82センチ。イエーイ。安心するな。ということで勝者はスカイボンバーですね。そうですね。じゃあはい、おめでとう、目録5万円。イエーイ。続いて2回戦、スカイボンバーズの出場選手は相川優希ちゃん、有川千里ちゃん、佐野夏目ちゃん、愛香ちゃん、谷垣彩奈ちゃん。パーフェクトダイナマイツは小田ひとみちゃん、柳川真奈ちゃん、助川まりえちゃん、斉藤優愛ちゃん、水沢あやめちゃんが出場。大種目水上障害物競争第2回戦のスタートでございます。位置についてよーい。さあ大変になりました。パーフェクトダイナマイツだ、ここで逆転したい。さあハーフ、いいよいいよ、今リードしているのはパーフェクトダイナマイツ、ここで負けられない、負けられないよ。さあこれ、スカイボンバーズ有川さんはスローモーションですか？スローモーション、スローダイナマイツは小田ひとみちゃんがスタートしています。さあほんの少しのリード、ほんの少しのリード。さあまだ最初のうちはカボちゃんが言ったようにあのマットの上だんだんね滑ってくるんですよね。そうだな、はい、まあ、滑った方が美味しいですね。美味しいね。1分経過。さあ1分経過、スカイボンバーズは谷垣彩奈ちゃんがゴール前へ。スカイボンバーズ早いぞ。あ、早かった。え、これ追いついたの、追いついたの、追いつきます、追いついたの。途中経過、スカイボンバーズ5人、パーフェクトダイナマイツ4人となっています。一緒、青スカイボンバーズが5人、赤パーフェクトダイナマイツが4人です。あれ逆転されてる、逆転されてる。2回戦、初めて落下したのは愛香ちゃん。第1、さあ、ハプニングエンド。あー、綺麗に飛び込みました。ここからね、あの子、あー、危ない、危ない、落ちた、カメラ、カメラさん、いいです、今、水着直しますよ、今、水着直しますよ。スカイボンバーズ連続落下でポイントを増やせない。あ、危ない危ない、いけいけ、さあ頑張って。さあ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 、よいしょ、ふれふれ、あ、うまい。さあ
ナちゃん必死のポロリガード。愛はダメです。こちらです。スカイボンバーズ愛花ちゃんが先に浮き輪をするりとくぐってゴール。ということで2回戦はスカイボンバーズ。それでは皆さん、皆さんステージに上がってください、スカイボンバーズ悔しい。パーフェクトダイナマイツ、私たちは第1種目はもう2回戦とも負けちゃったってことで、柳川さんがポロリをしてしまったっていうセクシーショットで許してください。なるほど、視聴者的には勝ったぞと。もちろんです、勝ちました。でもこちらにはなんと皆さん大好き現金5万円がおめでとうございます。第1種目水上障害物競走はスカイボンバーズが合計10万円獲得。おはらりさん。やったね、嬉しい。けど疲れました。お尻出ました。どこら辺でしょ。意外とマットの上滑ります。じゃあ特に教えてください。いじりさん並みに長い舌です。ヘビ女って言われてます。いやー悔しい、負けちゃった。でも手島ゆうちゃんがポロリしてくれたから美味しいはずです。大丈夫でした。ポロリポロリ大丈夫です。必死に必死に頑張ってました。鼻がすっごい痛かった。もう水泳苦手です。何が大変だった。日テレゼニック2009に決まった小泉真弥です。好きですね。アイドルの7すっごく楽しかったです。小池優です。毎回は苦戦頑張ります。ポロリしちゃったみたいですね。そうなんですよ、マジ人生初です。どこら辺がどんな感じ。私今日本当にお乳の水着だから、こうまだこの子とそんなにまだ仲良くなくて分かんなくて、こう下からペッてなって一生懸命抑えたら今度上からペッてなって、どうしようと思って、もう水中カメラさんが撮ってなかったら大丈夫だけど撮ってたら危ない、どうしよう。愛がいっぱい、アイカップ。どうでした。お疲れ様です。お疲れ様です。鼻に水が入ってつらかったです。とりあえず必死に走って賞金と思って勝ち取りました。ちなみに有川さんの特技でチキビンタって書いてあったんですけど、はい、やってもらっても大丈夫ですか。お姉さんが受けてくれるんですか。だったらぜひ。じゃあ、チチビンタお願いします。え、怖い。どうしよう。いや、重いです、このチチは。あ、でもめっちゃある。ないの、もう、そう、来ないでください。おっぱいいっぱい、夢いっぱい。すごい。続いては、第2種目。スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009、第2種目。水中バラマキクイズ。この競技はプールにばらまかれたクイズをステージに持ち帰り問題に答えてもらいます。チームを問わず先に2問正解した5人が賞金1万円をゲット。クイズにはハズレもあり、知識だけでなく
アイドルたちの運も勝利を左右する競技です。またイジリー岡田が最も呆れた回答をしたおバカアイドルには罰ゲームが待っています。いやでも知力体力時の運ね、アイドルの頭の中を覗いていきましょう。はい、罰ゲームがめちゃくちゃ楽しみなんですけど、はい、誰になるのか、はい、これは今後期待でございます。出場選手はパワープラッツ陣ゆきちゃん、いい天気ネット加野香穂ちゃん、第一交渉スターカラオケ山口咲ちゃん、エンタ371岡田純音ちゃん、テレ朝チャンネル花江美里ちゃんがスカイボンバーズの5人。パーフェクトダイナマイツはスカちゃん相川ゆずきちゃん、 EX エンターテインメント渋沢伊代ちゃん、日テレプラス米村美咲ちゃん、モンド21多田あさみちゃん、 CS ギャオ谷由香子ちゃんがクイズに挑みます。いやさあ、それではですね、いよいよ第1種目水中バラメックスのスタートでございます。かぶちゃんよろしく。イエーイ。ポーと言うでしょう。サウポー。正解。いけいけ。さあ、チャンネルのお名前をこれ。はい、CS ギャオの谷由香子です。勢いのあるものにさらに勢いをつけてしまうことを、火に何を注ぐという。毎日体に入れるかな。入れないか。入れるよね。入れてる。何かしら言え、何かしら言わなきゃ。はい、次出た。スカちゃんチームの相川ゆずきです。どこに入れてんだこれ。クロールでここまで来ました。クロールでここまで来ました。すいません、その努力見てませんでした。どうせアメリカを漢字一文字で表すと米、米と書きますね。イギリスは A ですが、フランスはどんな字で表すでしょう。フランス仏。正解。はい、頑張って。1人2つ。すごいすごいすごい。2ポイントで先生ですか。さあ、チャンネル名とお名前お願いします。日テレプラスの米村美咲です。さあ、米村さん、先日自身のブログで離婚を発表したモンゴル出身の横綱は誰でしょう。あけぼの。違う、朝青龍だよ。こっち、あが合ってましたね、はい、ダメ。行ってこい、行ってこい。さあ、チャンネル名とお名前を元気よく。スターカラオケの山口咲です。スパゲッティのボンボレに入っている貝は何でしょう。アサリ。正解。これを持ってきましょう。はい、シュシュ、はい、さあ、チャンネル名とお名前を元気よく。はい、CS 朝日の花江美里です。1メートルは、1メートルは何ミリでしょう。え、100ミリ。正解。よく答えた。シュ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 。それではいいですか、チャンネル名とお名前をお願いします。エンタ371の J カップの岡田純音です。岡田、はい、岡田です。同じ岡田か、はい、お願いします。そうか。髪の毛を高い位置で結んで背中の方に垂らした髪型をある動物の尻尾に例えて何と言うでしょう。今のあなたの髪型です。聞いたことないな。ポニーテールでした。ダメー。入ってこい。さあ、チャンネル名とお名前を思いっきり言ってください。はい、パワープラスのジンユキです。ジンさん、はい、はい、大人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンの初号機パイロットの名前は何でしょう。はい、怒り新人。わー、当たった。知らないように見えて、知らないように見えて。はい、大好きです。エヴァ好きだった。そうなんだ。さあ、次行ってみましょう。はい、じゃあ、チャンネル名とお名前、元曲。 EX エンターテインメントの渋沢伊代です。さあ、渋沢ちゃん、はい、先日活動休止を発表したウルフルズのボーカルは誰でしょう。元曲。大好き、トータス松本さん。はい、じゃあシュシュね。はい、これすごいすごい。
さあ、もう、もう2問目じゃん。はい、2問目です。これでいけば1抜けですよ。はい、タラちゃんへの問題です。はい、ズバリ今年の干支は何でしょう。何年。犬。ダメだ。何。牛。あ、さあ、谷ちゃん。はい、ダメでもともとで答えてみよう。はい、教会で結婚式を行うときに花嫁が父親と歩く入り口から祭壇までの道を何と言うでしょう。バージンロード。正解。すごい。はい、さあ頑張れ。さあ、ゆずちゃん。クロールでここまで来ました。愛子ゆずきです。あなたのクロールまだ撮ってないみたいですけど。撮ってください。さあ、これでいったら一抜けだよ。トップトップトップ。はい、頑張ります。さあ、ゆずきちゃんへの問題。いいですか。エジプト神話に登場するフェニックス、このフェニックスを日本語では漢字3文字で言います。何と言うでしょう。フェニックス。豚野郎。豚野郎。ありがとう。アバカ野郎。一緒。フェニックスと豚野郎。いや難しい。一枚の長い布を体に巻きつけるインドの女性用民族衣装を知ってる。はい、知ってるのが女の子が知ってる。何でしょう。はい、バーバー。サリー。布を体に巻きつける。あれは頭に巻きつけるね。面白いね。危ないよ、この前の罰ゲームになるよ。一抜けなるか。最低気温が摂氏25度以上の夜のことを気象庁の用語で何と言うでしょう。夜？夜のことを気象庁の用語で5、4、3。熱帯夜。花井美里ちゃんが2問正解で1抜け。あ、岡田さん、はい、簡単です。簡単。はい、第92代内閣総理大臣は麻生さんですが、下の名前は何でしょう。麻生。何。麻生。麻生誰。麻生肖像。麻生。確かに歴史上の人物みたいだけど違う。頼むよ、同じ名字なんだから。いい天気ネット、かのかほです。かのちゃん、これを何と呼ぶ。試合でセコンドがギブアップの意味でリングに投げ入れるものは何でしょう。ファウル。さあ、3回目。タダちゃん、はい、これは抜けたいね。はい、いきますよ。はい、4月の5日、国立競技場で23回忌の法要を行った昭和の大スターは誰でしょう。三沢さん。あれ、三沢さんって今じゃないの。石原裕次郎さん。あ、全然違った。前日ですね、4月の4日が三沢さんで。クロールでここまで来ました、相川ゆずきです。いいな、相川ゆずきの、あのね、繰り返しのこのお笑いのね、方程式。いいよ、相川ゆずき、これでいってほしい。はい、いいか。アルミニウムで作られているお金は何円玉でしょう。1円玉。勝ち抜け3人目は相川ゆずきちゃん。はい、お名前を。米村美咲です。米村ちゃん、これは3択問題ですよ。はい、3分の1当たります。カブトムシ、ハチ、クモ、このうち昆虫でないのはどれ。クモ。あと何人で、あと2人。あと2人です。あと2人、はい、現在スカイボンバーズが2人勝ち抜け、パーフェクトダイナマイト1人勝ち抜け。生キャラメルが爆発的大ヒットとなりましたタレントの田中義武さんが経営する牧場の名前は何でしょう。いけ。花畑牧場。山口咲ちゃん勝ち抜け。さあ、1問もまだ答えません。お名前を。かのかほです。かのかほちゃんは今日問題答えてますか。さっき外れました。さっき外れちゃったんですか。かのかほちゃん、今度は問題があるといいですね。これはなんだ。外れ。2回目。かわいそう。かわいそう。あれ、すごい。岡田来たな。岡田純ね。頑張る。まだ1問もダメだな。ダメ。さあ、頼むよ。同じ名字として、はい、
気になるように数をごまかすときに読むものは何でしょう。え、自分の利益になるように数をごまかしたときに読むもの、うん、3、2、キリン。キリン何、私、年をキリン読んじゃったって言わねえだろ。サバ、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 もうおしまい、おしまい、はい、泳いでこい。悲劇の女、ただはみ、4回目、4回目でした。4回目でした。これで最後に勝ち抜けしたいね。はい、したいです。さあ、タダちゃん頑張って。問題です、はい、これ何と言いますか。ハズレ、チャンスしました。問題を全部出されてますね。はい。さあ、今度こそ当ててください、はい、問題です。これは何でしょう。ハズレ、あと1個なのにね。泳いでこい。はい、米村、行きますよ、はい。お、これは4択になってましたね、はい、さっきは3択で答えました、はい、名古屋、大阪、神戸、京都。東京から一番遠いのはどこ。名古屋、大阪、神戸、京都。東京から一番遠いのはどこ。高知や。待て待て待て、四国出てきた。もう一回言ってみよう、もう一回。せーの、名古屋、大阪、神戸、京都。東京から一番遠いのは神戸。ただ5回目持ってきたんだけどね。持ってきたよ5回目。問題あったなこれ。辛い。来たよ。つうことでこちら以上5名勝ち抜き。第2種目まででスカイボンバーズが13万円、パーフェクトダイナマイツが2万円の賞金を獲得。そして恐怖の罰ゲーム行きは一体誰だ。罰ゲームは一番バカだった岡田。どうだ、行くぞ。行くぞ、罰ゲーム行くぞ。頑張れ。このまま行くぞ。今から罰ゲームをやってもらうからな。なんで私なんですか。お前バカ、私真面目に答えたのに。真面目に答えてバカだったからだよ。バカじゃないもん。バカじゃないもん。さあ行くぞ、見ろ、ほら出ました。出ました、これだ。これだよ、お前。全くこれも何も分かんないだろ。何にも分かんないです。自分がどういう風になるか分かんないでしょ。なんか飛ぶんですかこれ。飛んで、最終的に竜兵さんみたいに全裸になります。スポーンって抜ける感じ。スポーンって抜ける。美味しいですね。ウルトラクイズ、笑いウルトラクイズの美味しいですねって。お前の自慢のバスト何センチなんだ。108センチ、煩悩の数なの。お前のキャラおばさんなのお前。さあ、煩悩の数だけど108センチ、はい、これがもしかしたら事故が起きるかもしれないから、とりあえずまあフォローしてろよお前、はい、自分の胸は胸はフォロー守ります。笑顔でいけよ、はい、それではノーティックジェット、岡田純の。え、ちょっと待って待って待って、いってらっしゃい。ただ単に太陽に近づいて熱いっていうだけじゃねえぞお前。お前それ今出てるの、お前のおしっこじゃねえだろ。おしっこは出てるって。あ、危ない。岡田純ね、岡田純ね、危ない。楽しかった。あれクイズね、いいね。4回も5回もステージに上がったのに取れなかったのが悔しいです。今年のエト知らないってやばいですよね。私もね、分かんなかったから何とも言えない。もう年賀状とか出さなくなったから分かんない。これで1本取ればチャームポイントをお願いします。袋でやつとかの。あ、いいよ。さあ今パーです、パーですけど今いい感じ。スカイボンバーズがちょっと前に来た。さあどうだ。まあ、難しいクイズで、なんかもっと簡単だと思ったんですけど、格闘系のやつが出たんで、それやりたかった。
ったですね。はい、残念でした。頑張ります、次は。イエイ。特技教えてください。特技はエアー足ギターです。いきます。はい、ミュージックスタート。私の特技はテコンドーです。ぜひ皆さん見てください。いきます。日本キック。どうでしたか？はい、かき氷です。美味しいですか？ありがとう。めっちゃ美味しいです。生き返る。暑かったからね。うん、生き返るね。暑かったんですね。汗がやばいです。もう映さないでください。おいしい。あー、続いては第3種目、スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009第3種目、水上綱引きバトル。この競技はフロート上で綱を引き合い、相手チームの選手を一人でもプールに落としたら勝利。4チームによるトーナメント戦を行い、それぞれ2本選手で勝ち上がりとなります。決勝戦で勝利したチームの選手はそれぞれ賞金1万円獲得。第1試合はピーチズ対パパイヤズが対戦。ピーチズはエンタ371西島さとみちゃん、いい天気ネット川崎春美ちゃん、テレ朝チャンネル佐野夏目ちゃん、いい天気ネット松本そらちゃん、エンタ371椿千尋ちゃんがエントリー。対するパパイヤズは CS ギャオ目黒沙織ちゃん、モンド21森永真彩ちゃん、小田ひとみちゃん、スカちゃん手島優ちゃん、日テルプラス清水優子ちゃんが出場。第1試合のスタートです。かもちゃんよろしく。位置について。いくよ。試合フロートを固定していた紐が切れてしまい、競技の続行が不可能になったため取り直しとさせていただきます。それでは位置について切り直した。やーい。私の顔が引っ張っている。私の、いや、もう俺の人間の急所のこめかみのところにロープが入ってたんだ。続いて第2戦、セットトラブルの復旧が間に合わなかったため、この試合に限り一人でもフロート上で尻餅をついたら負けとなります。この第2戦でピーチズが勝つと決勝進出が決まります。位置について。よーい。パパイヤズ、パパイヤ
リアス、小田ひとみちゃんがフロート上で尻餅をついたため第2戦はピーチズの勝利。さあということで日本選手でなんとスカイボンバーズの、ピーチズの勝利でした。勝利、おめでとう。続いて第2試合、マンゴーズ対キウイーズの対戦。マンゴーズから出場するのはいい天気レッド有川千里ちゃん、エンタ371一戸愛子ちゃん、パワープラッツ小松篠ちゃん、エンタ371北島聡子ちゃん、第一交渉スターカラオケ長尾真由ちゃん。対するキウイズはスカちゃん、鈴木咲ちゃん、日テレプラス小池結衣ちゃん、 CS ギャオ松本美穂ちゃん、モンド21水沢あやめちゃん、 EX エンターテインメント藤井里香ちゃんの5名。さあそれではですね、スカイマンゴーズ対パーフェクトキウイズの対戦いってみましょう。かこちゃんよろしく。位置についてよーい。おっと今度はパーフェクトダイナマイツのキウイズが、違う違う違う、あっと、あっ、よし、ついたから今戦で勝利した方が決勝進出。綱を持ってください。さあこれで勝った方が決勝戦進出です。かこちゃんよろしく。はい、位置についてよーい。さあということだ、今疲れているこのパーフェクトキウイズ、しかも先ほど勝った後から追い上げてるこのスカイマンゴーズがコツを掴んだのか、ゾッと滑ってる、滑ってる、やばいぞ。さあスカイボンバーズ赤のマット、先頭のアイドルがちょっと足を滑らした、ちょっとでも尻餅をついたら危ない。さあ危ないよ、足元に気をつけて、落ち着こう。落ち着いて、さあ、あー、これはどうでしょう、大丈夫ですか、まだ大丈夫ですね、まだ大丈夫ですか。おっと攻撃してる、今ついたじゃないか。さあちょっと審議委員会一つよろしくお願いしますよ。セットが復旧したので競技はこのまま続行。一回気が抜けたスカイボンバーズのスカイマンボーズ、一回気が抜けたよ。ここで今勝ったんじゃないかという、あんとかこれは精神的に来るよ。さあこれはどうでしょう、
が2連勝でキウイーズを撃破、決勝戦進出。決勝戦はスカイボンバーズ同士の対戦、一本勝負で勝敗を決めます。賞金5万円をゲットするのはどっちだ。水上つなびきバトル決勝戦、さあ真剣勝負一本勝負、かぼちゃんよろしく。位置についてよーい。さあ同じスカイボンバーズの中で戦わなければいけない。両方とも強いチームが立ち上ってきましたよこれ。さあ、あのですね、チームワークがですね、ブルーの方のフロート、こちらスカイマグロ、こちらは1に1、あでも落ちてない、誰も落ちてない、まだ危ない。さあ今だ、今がチャンスだ、今がチャンスだぞ、今がチャンスだ。蜂の歌、蜂の歌よ。あ、ちょっとポロリさん、え、ポロリして危ない、ポロリして危ない、ポロリが気になって4人対5人の力、ポロリですぐに立ってください。勝利のセクシーポーズしていきなさいよ皆さん。それもセクシーだ。勝利じゃん。パパイアズの圧倒的な力でピーチーズを全員水中へ。ドスコイパワーで水上つなびきバトルを制した。さあということで水上つなびきバトル、かごちゃん。はい。こちらから見てもこの5人が強かったね。今ね、足の指が曲がった曲がった。あ、君名前の人じゃないの。一之江子です。一之江ちゃんどうだったこれ、つなびき。これ、なんつうか、なんか最後、なんか最初みんなこう座るとか滑っていて、うん、最後踏ん張るところが死ぬかと思って、うん、でも頑張ったって感じです。ほのぼのするね。ねえ、そしてね、長尾舞ちゃん、自分のデブさが無駄じゃなくてよかったなと思いました。この夏一番使ったんじゃないかと思って。だってね、今ね、あの引き上げるね、みんな負けたチームがね、ファンのみんなに伝えたことがね、長尾さんが岩みたいだったんです。岩ですか。さあということで、このチームでなんと目録、はい、5万円わー。3種目の対戦でボンバーズ合計18万円を獲得、ダイナマイツを引き離した。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした、初戦敗退だったですけど。もうなんか本当になんか綱引きやったんですけど、すっごいみんな力が強くて、1回目はいい感じにできたんですけど、全部それに使い切っちゃって、その後もみんな足がくがくしちゃって、なかなか力が入んなくて落ちちゃいました。チャームポイント教えてください。チャームポイントは目です。どうでした。いやー、綱引き、もう優勝できる気満々で、もう絶対うちは優勝だねって言ってたんですけど、最後本当あっという間にね、みんな落ちちゃって、あっという間の出来事で本当に信じられないんですけど、すごい悔しいですね。はい。特技は何でしょう。はい、ですね、ボットヨガをやり始めてからすごく体が柔らかくなったので、そうですね、体が柔らかいことですかね。ここでできます。ここで、まあ簡単なのだと、はい、この辺は感つくんですけど。いいですね、ちょっとここら辺から飛ばしていただいて、はい、あ、すごい、体柔らかい、ラクラクつくようになりました。ハネルディカップ、なにわのおてんば娘です、よろしくお願いします。跳ねてない、ここが跳ねちゃいます、すいません。特技を教えてください。じゃあもうやるんで、はい、やった方も分かりやすいんで。松本美穂でーす。熱い、痛い、よいしょ。去年は PR 代だったんですか。そうなんですよ、去年は PR だけで、こう 勝者とかにこう旗を上げたり、こう見てるだけだったので、なんか本当の水泳大会の悔しさとか楽しさとか分かんなかったんですけど、今年はさっき初の競技をしてきて負けて悔しい。特技がモノマネって聞いたんですけど。やだ、もう
それプロフィールから外してほしいぐらいなんですよね。やってまいりますか。いいですよ。じゃあ初めての中いきます。初めての中君と中です。続いては第4種目スカパーナスアイドルオールスター2009第4種目はなんと鬼ごっこ玉入れ。さあ、それでは第4種目の鬼ごっこ玉入れのルールを説明します。この競技は逃げ回る水中カメラマンの頭上に乗せてあるカゴに自分のチームカラーのボールを入れていくゲーム。2ゲームを行い、ボールの合計が多いチームの勝利。勝利チームは賞金10万円をゲット。さあ、鬼ごっこ玉入れ、まあ簡単に言えばですね、アイドルたちが玉を握りしめて男を追います。そういった簡単なゲームです。第1回戦の出場選手スカイボンバーズは花江美里ちゃん、西島さとみちゃん、岡田純音ちゃん、愛香ちゃん、一戸愛子ちゃん、山口咲ちゃん、長尾真由ちゃん、川崎晴美ちゃん、松本そらちゃん、小松志乃ちゃんの10名。対するパーフェクトダイナマイツは相川ゆずきちゃん、助川まりえちゃん、藤井梨花ちゃん、沢木梨沙ちゃん、水沢あやめちゃん、松本美穂ちゃん、柳川真奈ちゃん、米村美咲ちゃん、小泉真也ちゃん、森永真也ちゃん。さあ、それでは第4種目鬼ごっこ玉入れ1回戦のお二人です。よーい、スタート。ドン。さあ、青は青、赤は赤い。いいな、いいよな、これ待って待ってって言われるんだよ、これ待って入れさせてって言われるんだよ。1、2で数えるということですね。それでいきましょう。まず、せーの、1、2、3、4。
途中ではありますが、ここで水中カメラの映像をお楽しみください。水中カメラの映像をどうぞ。パッパッパヤッパッパヤッパ、わー、38 39 40 41 42、来るぞ、2回戦の出場選手は有川千里ちゃん、加野香穂ちゃん、神由紀ちゃん、相川祐希ちゃん、小田麻美ちゃん、谷垣彩奈ちゃん、椿千尋ちゃん、北島聡子ちゃん、森下優里ちゃん、谷由香子ちゃん、目黒沙織ちゃん、多田麻美ちゃん、小田仁美ちゃん、斉藤優愛ちゃん、渋沢伊代ちゃん、清水優子ちゃん、鈴木咲ちゃん、手島優ちゃん。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。鬼ごっこ玉入れ Perfect. Ah! 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 Ah!
所でやることがせこいですよ。俺いつセブンまでやったんだよ。男しかついてこないぞ、俺と神奈月さんは。イジリーさんはせこくない。そう、せこいんじゃない、エロいんです。さあ、上がってください。今のところパーフェクトダイナマイツが2個差でリードしますね。そうです、挟んだから。それでは行きましょうか。行きますか。でもね、ここから見たらちょっとスカイボンバーズ来てんじゃねえかっていう。それでは行きましょう。せーの、カウントの途中ではありますが、ここで水中カメラタイム。ここまでの競技でダイナマイツが賞金総額を12万円とし、ボンバーズを追い上げる。やっと初勝利手に入れました。もう負けるかと思ってドキドキワクワクしてたら、ちょっとドラマが起こりました。ドラマが最後の方に。リレーもこのまま勝ちます。やった勝ったよ。やっと勝てた。初勝利です。やったやった、初めて勝った。やった、初めて勝った。勝ちましたね。やっと勝ちましたよ。もうだって過去抑えたもん私。ダメって言って、よかったと思って抑えたもん勝ち、一安心。結構焼けました。焼けたかもしれない。あ、結構焼けてますね。この辺が結構、でも顔が痛いもん。顔が痛い。頑張ってください。頑張る。ご飯が。カメラマンさん意地悪なんですよ。頭がちょっと斜めな人で。すごい斜めだった。結構カゴとかなんか落とされましたね。そう、すごいかわいそうだった。バカーって。じゃあカメラマンさんだと思ってもう一回文句言ってください。カメラマンさんのバカ。カマ数えててどうでした？あの、私すごく肩がいいって言われてるんで、その肩の良さが発揮できたかなと思います。ちなみに、はい、チャームポイントはどこですよ？チャームポイントはこの広いおでこです。超広いんですよ。だから今日も多分一番焼けるのはこのおでこかなって思います。頑張ってください。はい、これからも頑張っていきます。バイバイ。続いては第5種目、アイドルオールスター水泳大会2009第5種目、水上突っ張り沼。この競技は相手を土俵からプールに落としたら勝利。土俵に手をついたり倒れても勝敗には関係ありません。勝者はそれぞれ賞金1万円をゲット。さあ、これはですね、まさに女同士の真剣勝負でございますから。そうですね、あ、女性がこうやって戦って真剣な時は、はい、手がどこに行くかわからない。え、手がどこに行くかわからないから、やば、
もしかしたらポロリみたいなのがあるかもしれない、気をつけて、ぜひ気をつけて、そんなことはない、そんなことはないって言ってるかもしれないけども、戦いが始まったらね、もう相手のことを構ってられませんから、ね、先鋒戦、スカイボンバーズはテレ朝チャンネル、花井美里ちゃん、パーフェクトダイナマイツは EX エンターテイメント、渋沢伊代ちゃん、発狂い残った、さあ転んでもいいところ、どちらかが落ちたら負け、はい、さあ花井が押している、渋沢を押している、花井が押している、なんだこれは、ハイハイプレー、ハイハイプレー、ハイハイプレー、さあおっと膝でぐっと渋沢が捉える中、小さい体の花井美里ちゃんが押しているが、さあいつ反撃に出るのか、守りだけでは抜けませんよ、おっと立ち上がった、危ない、後ろ背を向けて、危ない危ないぞ、さあ立ち上がった、危ない、今の落ち方、もう一回見たいぐらいだよ、これはね、あらー渋沢、なんだよ、全員開脚してほしいこと、湧いてもらって、はい、あの水の中に、すごいよ、だということで、こちら先鋒戦は花井美里ちゃんの勝利。続いて次鋒戦はスカイボンバーズエンタ371愛花ちゃんとパーフェクトダイナマイツモンド21沢木梨沙ちゃんの対戦。それでは参ります、発表員分かった、頑張れ、お互いが勝ったままの戦い、さあおっと肌と肌がさあ顔は笑顔でも心の中はこの野郎というアイドル同士の戦いがここで来ますよ。あなたには負けないわけにな。あなた一体誰なの？やらないで。さあまだお互いを出せていません。そんな中もしかしたらポロッと、おっと、さあ押せ、さあ押せ、さあ押すのか。押すんだ。いいです。何かいい、後ろに回っていい、あら、あぶん、なんだこれ、やることないぞ、私そんなつもりじゃない、いいじゃないか、私帰って、あ、もう出てって、このマットから出てって、もう帰って、いいじゃない、カゴちゃん、最後までやめてって言ったのに乗っちゃダメじゃない、頑張れ、私そういう意味じゃないの、さあ頑張れ、さあ結果はいい、長い戦いから、もっといい、もっといい、さあこれがいい、これがいい、これがこれ、ロックがチャンス、どっちが上なの？ロックチャンス！土俵際、押しに耐える愛花ちゃん。しかし、顔面からプールに押し倒され、軍配は沢木梨沙ちゃん。中堅戦はスカイボンバーズいい天気ネット加野佳穂ちゃん、パーフェクトダイナマイツ CS ギャオ柳川真奈ちゃん。それでは行きましょう、見合って発狂い残った、おいきなり膝ついた、おいすごい柳川が膝ついて、何これ、足を持って、何足を持って、かわすの
やってやるって。勝者は柳川まだパーフェクトダイナマイツ。腰長志望の引っ張った引っ張った。腰長志望の引っ張った引っ張った。やってやるって。お尻で押しました。結構柳川ちゃん上乗ってます。キープがあるわけではないので、そうバーッと上に乗りましたね。ねえ、私の実況はこれオンエアできるんでしょうかね。ねえ、本当ですか。さあ、続いては副将戦に参りたいと思います。はい、副将戦はスカイボンバーズエンタ371小田あさみちゃんとパーフェクトダイナマイツ日テレプラス小池結衣ちゃんが激突。発表取り直しと思われたこの勝負。いいです。さあ、このフェアー引っ張っちゃった。そうなんだ。いいです。審議の結果、小田あさみちゃんがわずかにプールに落ちるのが早く、軍配は小池結衣ちゃん。勝者パーフェクトダイナマイツ小池結衣。続けちゃうじゃん。ね。一回つけようって。ね。しかもちゃんと残ったって言ってましたしね。ね、友情が芽生えましたね。はい。対照戦はスカイボンバーズパワープラッツ仁由紀ちゃんとパーフェクトダイナマイツスカちゃん助川まりえちゃんの対戦。さあラスト対照戦です。頑張ってよ。やってやって。はっきり。マリエちゃん、仁由紀ちゃんを秒殺。すごかった、あっという間だった。仁由紀ちゃんがさ、はい、なんかかわいそうなぐらいに、ね、顔からいったね。行きましたね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。犬神家みたいに落ちてたからね。さあ、ということで、じゃあこちらに来てください。はい、いやこれは一番面白かった。体力使ったんじゃないかっていう競技でしたけどもね。はい、ということで、この対戦でダイナマイツの獲得賞金の合計がボンバーズに3万円まで迫る。おめでとう。そうですね、勝ったんですけど落ちたんで、去年もな
んかこういう似たような競技に出て、なんか自己紹介の時にはおうちそのあと普通にも負けて散々だったんでリベンジできてよかったです。あ、ね、プロレス大好きでこの競技だけは勝ちたかったんですけど一人だけ負けちゃって鍛えてきます。頑張ります。頑張って。ありがとうございます。馬乗りで勝ちましたけど、はい、もうね、もう1回勝つと勝つ楽しみ知っちゃって、もう 何でも勝ちたいと思ったのと、やっぱり1対1だから女の黒いところが出ますね。絶対負けたくないと思いました。頑張りました。特技がベリーダンスって聞いたんですけど、はい、どんな感じですか？この腰の動きなんですけど、すごい地味なんで、このベリーダンスとかで鍛えた体の柔らかさをアピールしていいですか？どうぞ。よいしょ。うわ、この体の柔らかさを利用して今まで誰も撮ったことないグラビアのポーズで頑張りたいと思います。スイーツ、はい、勝ちました。勝った、よかったです。なんかもう面白いこととかよりも落ちたくないっていうので必死でお願い落ちてみたいな感じで、はい、頑張りました。チャームポイントはみんな大好きなここでしょう。胸です。おー、胸。柔らかいっす。何カップ？ H カップです。 H、 はい、ちょっと飛び跳ねていただいていいですか？ジャンプ、ジャンプ。サービス、サービス、サービス。ブルルブルルブルル。お疲れ様です。馬乗りになってましたけど本当ですか？もう全然記憶がないっていうか、無意識にもうお互いやってたんで、私が乗られてたんですか？なんかすごかったですよ、初っ端から足を来ると思わなくて、まさかの展開で、これもちょっと本気でやらなきゃいけないなと思って、すごいお互い力でした。チャームポイントは硬いクボです。ギャン左だけにあり。続いては第6種目、スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009第6種目、悶絶水上ぶら下がり耐久戦。この競技はプール上の鉄棒に相手より長くぶら下がった選手の勝利。ただしゲームに参加していない選手とイジリー岡田が競技中の選手めがけて攻撃を仕掛けてきます。各対戦の勝者は賞金2万円をゲット。またぶら下がっている時間が最も短かったアイドルには罰ゲームが待っています。イジリーさん、いよいよ参戦ですね。そうですね、やっとやっと俺の本領発揮ですよ。行きますから。やっとですね、はい、じゃあそれではスタンバイお願いします。 OK、 前進ですよ。はい、よっしゃ、いってらっしゃい、はい。第1試合の出場選手はスカイボンバーズ、いい天気ネット、川崎春美ちゃん。パーフェクトダイナマイツ、スカちゃん、鈴木咲ちゃん。わー、いじりさんも言ってますね。どうですか？これはな、俺も一緒にこのでっかいこの水鉄砲で、はい、いじりさんもスタンバイ OK ですね。流すな流すな。バカ、ポイントがあんだって、ポイントがあんだって。やだーやだーって。これどこ狙うのがいいですか？それはな、どこ狙うか、それは放送では言えないところだよ。今言いかけてた。でもな、脇の下とか。いいよ。はい、第6種目モンテツ水上ぶら下がり耐久戦第1試合のスタートです。よー、はい、頑張れ頑張れ。
水鉄砲攻撃に鈴木咲ちゃんあえなく撃沈。勝者第2試合の出場選手はスカイボンバーズエンタ371谷垣彩奈ちゃん、パーフェクトダイナマイズ日テレプラス小泉麻耶ちゃん。それでは第6種目門鉄水上ぶら下がり耐久戦第2試合のスタートです。よーい、このゲーム谷垣彩奈ちゃん小泉麻耶ちゃんに屈する。1勝1敗で迎えた第3試合、スカイボンバーズ第一交渉スターカラオケ相川優希ちゃん、パーフェクトダイナマイズモンド21多田あさみちゃんが出場。さあそれではですね、モンテツ水上ぶら下がり耐久戦第3試合のスタートです。よーい、あれ選手の紹介に耐えられずあえなく落下。イジリさんいかがでしたか。いや俺は本当にもうなんでこれもっと早くいっぱいやりたかった。ちょっとね見てて羨ましかったですよ。私もなんかやりたくなった。全員の顔を狙いました。めっちゃ顔と手狙ってごめんね。
ボンバーズとダイナマイツの獲得賞金の差はわずか1万円。最終競技で決着をつけます。さあそれではですね、イジリーさん、恐怖の罰ゲーム行きのアイドルを発表してください。わかりました。この罰ゲームはですね、本当に一番、秒数が少なくぶら下がってた人です。発表します。はい、パーフェクトダイナマイツの鈴木。鈴木さん、残念ですね。本当ですか。そうだよ。個人的には結構ぶら下がったつもりなんですけど。結構ぶら下がったつもりなんですけども、これからですね、はい、先ほどのノーティックジェット、はい、行く前にですね、至近距離からの高速ベロというのが副賞で、絶対ここからもう逃げちゃいけないですね。ここから逃げちゃいけません。やだー。もう絶対あの言っとくけど、あの唾液が飛ぶ。やだー。キモい。ちょっと後ろの人押さえ てもらっていいですか。やだ至近距離だから絶対行かないから。じゃあ高速ベロまで3秒前2、1。はい、ギルガメッシュ。はい、ありがとうございました。よし、行くぞ。ノーティック行くぞ。バスケ。ああ、行くぞ。さあ来い、さあ来い。いやだって、50分ぐらいしかこれ下がってないんだもん。乗るんですか、本当に。乗るよ、さっき岡田純音が乗ったでしょ。そう。でも岡田純音の場合は、ちょっとウェイトがあったから、すごいスピードが出たんだけど。ひどすぎる。まあ、これのように、これが、あの上まで。結構上じゃないですか。そして、自分の意思とは裏腹に落ちてきます。後ろ向きで落ちてくるんですよね、あれ。違う、前。さっき後ろ向きで落ちてきませんっていうことは、イコール岡田純音の後ろと前が分かんないってことだよ。後ろから見ても。さあ、それでは。ガシャン。やだ、これ怖い。先ほど一度岡田純音が乗ってですね、はい、このレールが少し歪んだという。絶対嫌ですけど。そんな怖いじゃないですか。ノーティックジェット。罰ゲーム。鈴木。いってらっしゃい。あ、上がってきました。やだ、結構急じゃないですか、これ。そうです。そして結構急だな。やだ、結構いくよ、これ。もういくよ、これ。いくよ。やだ、これ。いくよ、もう。あー、運も言わせない。いやー、飛んだ。すげー飛んだ。表情取れたよ。超怖い。もしよかったらもう一回。いや、無理。やだ、何これ。今やだ。これ普通の動き。これ止まる。やだ。どうでした。これ超怖いですよ、マジで。こんな絶叫系あるんですか、こんなプールに。ダメですよ、これ乗ったら。マジであの世行きますよ。怖かったです。めっちゃ怖かったです。足がガクガクしてます。おっぱい大丈夫ですか？あ、おっぱいないんで全然平気です。入れなかったと思います。あの、入れたとしたら、この辺のちょっとお肉が。続いては最終決戦。スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009第7種目目。変則メドレーリレー。この競技は各チームから12名が出場してのメドレーリレー対戦。クロール、平泳ぎはもちろん、浮き輪やビート板、コスプレ、生着替えなど様々な条件の下での競泳。勝利チームは賞金10万円をゲット。どちらのチームが勝っても優勝の可能性があります。ラストに来たよ、これ。そうですね、やはり水泳大会ですか。リレーだね。そうですよね、うん、リレーですよね、うん、さあ、それではですね、出場選手の紹介です。はい、スカイボンバーズ、エンタ371、一戸愛子ちゃん、いい天気ネット有川千里ちゃん、エンタ371、西島さとみちゃん、パワープラッツ
小松しのちゃん、エンタ371小田あさみちゃん、第一交渉スターカラオケ山口咲ちゃん、エンタ371椿千尋ちゃん、いい天気ネット松本そらちゃん、エンタ371北島さと子ちゃん、第一交渉スターカラオケ長尾真由ちゃん、エンタ371岡田純音ちゃん、アンカーテレ朝チャンネル佐野夏目ちゃん、パーフェクトダイナマイズモンド21森永麻也ちゃん、 CS ギャオ松本美穂ちゃん、日テレプラス清水優子ちゃん、 CS ギャオ谷由香子ちゃん、日テレプラス斉藤優愛ちゃん、 CS ギャオ目黒沙織ちゃん、日テレプラス小池結衣ちゃん、モンド21水沢あやめちゃん、スカちゃん相川ゆずきちゃん、 EX エンターテインメント藤井理香ちゃん、スカちゃん手島優ちゃん、アンカーモンド21小田ひとみちゃん。いや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 、もう多分今ほぼ、はい、点数的には一緒ぐらいじゃないかと思うんでね、はい、そうですよ ね、いい試合どうなるんでしょうか。これでリレーで決まりますよ、はい、さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。いきますよ。それではいよいよ第7種目変則メドレーリレーのスタートでございます。カオちゃんどうぞ。よーい、うまいことあの柔らかい、これは使っていいと。お父さん
着てた、コスプレ着てた。今生着替え中です。生着替え中ですよ。男前のワイシャツ。北島さとみさんが先にスタートしました。背負い上げたい。相手はゆきちゃんが追っています。あ、あれさんいるとき健康な、健康な北島さとみさん背負い上げです。あえてなんでこれ背負い上げ、あえて背負い上げの相変わらずゆきちゃんは黒を追います。わけは、あ、でも続いてのコスプレはセーラー服です。そしてまたコスプレ、今度はセーラー服。スカイボンバーズは長尾真由ちゃん。次はセーラー服。そしてパーフェクトダイナマイツは藤井里香ちゃんです。長尾真由がこれセーラー服入れなかったらどうすればいいですか。どうしたらいいでしょうね。長尾真由セーラー服にあれかけてませんか。あの、なになに、メガネみたいなかけてませんか。ゴーグルですか。ゴーグル。あ、手伝っちゃダメ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 。お、長尾真由ちゃん、バタフライです。バタフライを披露しております。先にスタートしたのは長尾真由ちゃん。お前、そのボタンを藤井里香ちゃんが追っています。お前、新しい海の生物だよ、お前。すごい。そしてスカイボンバーズは第11号車、岡田純ちゃんがガチンコクロールスタートです。パーフェクトダイナマイツ、アンカーは小田ひとみちゃん。スカイボンバーズ、あと3メートル。パーフェクトダイナマイツは小田ひとみちゃんが追っています。スカイボンバーズ、わずか数秒差、スカイボンバーズ連続メドルで惜しかったね。パーフェクトダイナマイツ、これね、スカイボンバーズに余裕さえ見られましたよ、はい、見えましたね。なぜかっていうと、ここで背負い泳ぎしてた。ここでバタフライそれをして、笑いを取ってもスカイボンバーズが変則メドレーで勝ちました。ということで、スカイボンバーズに目録10万。優勝チーム発表はこの後すぐ。やったー、入れなかった、入れなかった、入れなかった。泳げてた、もう本当ドキドキしてた。勝ちました。超嬉しい。何が勝因ですか。もうやっぱセーラー服のバタフライされたら勝つと思いました。セーラー服のバタフライ、ね、すごかった。あれすごかった、かっこいいと思って。勝ったぞ、スカイボンバーズ勝ったぞ。ガチで行きましたね。ガチで行きました。すごく泳げました。ありがとうございました。いや、もうゴーグルないって私顔水つけられないから心配だったんですけど、意外にあのみんなが差をつけてくれたので楽でした。よかったです。ありがとうございます。そうでした。ビート板だったんで、足のバタつきだけを頑張ったっていう。楽しそうに泳いでたね。超笑顔でバタバタバタ。楽しかったです。この後は表彰式。さあ、イジリーさん、はいよ。全7種目が終了しましたが、うん、あとは結果発表のみです、ね、どうでした。いやー、でも今日ね、ガチンコだったり、はい、真剣にやってるから、はい、本当にこちらに感動があったり、ね、うん、あの面白いことがあったりと、本当に楽しい一日だったと思います。かこちゃんはどうでした。いやー、もうみんなの一生懸命さがすごい伝わってきて、うんうん、私もやっぱり年が近いじゃないですか。そうだな。だからこれぐらい元気いっぱいに頑張ることって素敵だなって思いました。なるほど。ということで、はい、かこちゃん、はい、いよいよ行きますか。はい、うん、それではいよいよですね、うん、スカパー夏アイドルオールスター水泳大会2009、うん、優勝チームの発表です。さあ、どちらが勝った、どちらが勝った、
はい、それではですね、優勝者チームにはですね、はい、賞金50万円が贈呈されます。すげえ、50万さらに50万すごい。はい、優勝おめでとうございます。マイク当たりました。嬉しくて嬉しくて、本当にありがとうございます。本当にみんなの力を合わせて頑張った結果だと思います。はい、はい、それでは優勝賞50万円の授与です。はい、おめでとう。続いてはイジリ岡田賞の発表でございます。そうです。一日振り返ってみて、私イジリが独断と偏見で、この水泳大会を盛り上げた、うん、そのグラビアアイドルに差し上げたいと思います。ああ、誰でしょう。それでは発表いたします。スカパーナスアイドルオールスター水泳大会2009、イジリ岡田賞は、第一校賞スターカラオケの長尾前。イジリー岡田賞の長尾真由ちゃんには特典としてスカパープロモチャンネルスカパラの出演権が贈られます。いやー、まさかもらえると思ってなかったんで、すっごい嬉しいです。あのね、はい、ギリギリだったけど、はい、長尾は途中綱引きバトルで、はい、結構岩ということで候補に上がってたんだけど、いろんな人がいたわけ、はい、いろんな人がいたんだけど、最後のセーラー服のバカぐらいには誰もがやられたわけ。セーラー服、実はここがやっぱり閉まんなくて、途中まで上げて脱げないか心配でした。いや、でもお前セーラー服でバタフライしてる人今まで見たことないからな。それが決め手でございました。はい、長尾真由イジリ岡田賞おめでとうございました。さあ、ということでね、はい、皆さんと楽しんでまいりました、はい、スカパーナスアイドルオールスター水泳大会2009ですけども、そろそろお別れの時間ですね、かごちゃん。はい、そうですね。今回 MC 初挑戦のかごちゃん、はい、いかがでした。いや、本当にもうなんか全然できなかったんですけど、うん、すごく楽しい競技が見られてなんか MC っていうよりも本当にお客さんとしてなんか楽しめた感じがしました。なるほど。はい、ありがとうございました。はい、かごちゃんにも拍手をお願いします。ということで、またこれね、はい、ファンの皆さんとグラビアアイドルでまたね、はい、一つになりまして、はい、また来年やれたらいいなと思ってますが、その時またかごちゃん、はい、MC 勉強して、はい、来てください。はい、ね、わかりました。十分でしたよ、ね、ありがとうございます。ということで皆さん、本日はスカパーナスアイドルオールスター水泳大会2009 in 豊島園に参加いただきましてありがとうございました。また来年お会いしましょう。さようなら。夏の思い出、熱い戦いの記憶は日差しとともに焼き付いた水着の跡のように、この夏色褪せることはないだろう。そして僕たちも君の輝いた笑顔、その眩しいボディを忘れない。Trying
パーの夏、アイドルの夏、一日限りの夢の共演は終わりを告げた。来年の夏、僕らはこのプールで君たちを待っている。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝しました。超嬉しいです。勝ったぞ。勝ちました。歯が優勝。嬉しい。よっしゃ。勝ちました。イエイ。勝ったぞ。素敵。勝った。イエイ。勝因ですか。やっぱりここじゃないですかね。どこですか。お腹です。横綱。お疲れ様です。お疲れ様です。サラサラしてた。部活終わりみたいな。結構焼けました。めっちゃ焼けたんですよ。みんなさっき店一個してショックとか言ってた。一番やばいような気がする。右のお尻がやばい。見ますか。これひどくないですか。もうすごい。天気ネットの中で一番ですね。すごい。一番。みんな焼けたけど胸はそうでもないんですよね。あ、でも焼けた。焼けてますか。気づいてないだけですか。これすっきり焼けちゃったんです。すごいね。すごいでしょ。やばい。なんかエロいですよ。なんかエロい。なんかエロい。でもここもここもやばい。こういう。あ、ちょっと本当だね。ヒリヒリする？ヒリヒリはしないです。でもホテってます。ホテってる。はい。お疲れ様です。びっくり。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。楽しかったです。また呼んでください。お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ、お疲れ様でした。どうでした？もう最高でした。なんかいい夏のスタートが切れました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでした？暑かったです。でもやった。バイバーイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでした今日は。楽しかったです。すごいこんがり焼けちゃいました。どこら辺が。なんかもう全部ここら辺とか焼けがもう真っ黒です。楽しかった。アイドルいっぱいに会えて、お客さんもいっぱい来てくれて、いじりさんもかごさんもすごい素敵で本当に良かったです。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。どんな感じですか。悔しい。やっぴー。悔しい。リレーでね絶対挽回するつもりだったのに、そうゴーグルまで買ったのに、もうまだ本気で泳いだのに。楽しかった。みんなのおっぱが見えたのですごい目の保養になりました。楽しかったです。なんかいる、なんかいる、後ろなんかいる。うわぁ、びっくりした。超近くに。そうだ、今日罰ゲームやったんだよ。そうだよね。唾液がね、ごめん。あ、全然飛んない。キモいよね、ほんとキモいよねキモいし、エロいし、もうどうしようもないよ、いじりは。どうでした、僕。ダメでしょ、だからそうですね。ダメだけど、まあ良かったんじゃん。あ、ありがとうございました。でも昨日相談したのがすごい効いてると思う。はい、すいません、ありがとうございます。でもちょっとオープニングですよね、うん、オープニングああいう感じでよろしかった。うん、でもちょっとまあまだ甘いな。わかりました。気をつけてそういうとこ。わかりました、手島。おい。手島、来年もありますか。来年あったら来ますけど、手島がいるってなるとちょっと。なんて去年いなかったからやって引き受けたんですけどね。まあまあまあ、そんな。まあでも来年はもっと過激なものがあればと。何これ以上。また来年。いじりはいないよ。